皆さんこんにちは、ゆるいずITチャンネルです。早速ですが、今回は Google 検索コマンドと言われる機能を使用してハッキングで使えそうな情報を収集してみたいと思います。 Google 検索コマンドは何ですかっていうとこなんですけど、検索演算子っていう風にも呼ばれたりするんですけど、簡単に言うと通常の検索機能を拡張させるコマンドですね。例えば普通に天気東京って検索するとこんなような検索結果になるんですけど、基本的には国内のサイトがずらずらと表示される感じですね。 Yahoo 天気とかウェザーニュースとか、あとは気象庁の天気予報とか、この辺が表示されますよと。これをですね、検索コマンドを使って同じように天気予報を検索するとこんなような感じになるんですよね。コマンドの一覧は後でちょっと見ていくんですけど、ウェザーっていう天気予報のコマンドがあって、そこにオプションで東京ってつけると東京の天気予報が検索できますよと。そうするとですね、これ国内の天気っていうよりワールドワイドで検索したような内容が出てくるんですよね。アメリカのサイトのウェザーチャンネルとか、あとは BBC のウェザーニュースとか、気象庁のも出てくるんですけど、これ日本語版じゃなくて英語版の方が表示されたりとか、まあこのような感じで出てきますよと。国内に絞らず、より幅広い範囲っていうんですかね、検索範囲を広げて見つけてきてくれますよと、まあこういったものになってますね。じゃあこれ一般的に使用するときはどんな時かっていうことなんですけど、通常よりも検索精度を上げたいときですかね。コンテンツとかトレンドの調査だったり、あとは市場調査ですかね。他には SEO 戦略なんかの用途で使ったりとか、おそらく調査会社の人とかブログやってる人なんかが使ってみると、まあより効果が発揮できるんじゃないかなっていうコマンドですね。次はですね、検索コマンドの一覧になるんですけど、まあこれが結構たくさんあってですね、例えばファイルタイプっていうのを使うと、特定のファイル形式に絞り込んで検索できますよと。PDF とか Excel とか Word とか、まあ一般的なファイルですね。でサイトペケペケって選択すると特定のウェブサイトに限定して検索できたり、あとはインタイトルっていうのを使うとタイトルに特定の言葉が含まれているページを検索しますよと。インテキストっていうのを使うとコンテンツ内に特定の文字列が含まれるページを検索しますよとか、他にもウェザーとかストックとか、あとマップムービーとか、特定のジャンルに絞ったコマンドとかもあったりしますね。あとはアンドとかオアとかワイルドカードとか、まあこういった指定も可能になってますね。実際にこの後ちょっと検索をかけてみるんですけど、ご自身で実際にやる場合にはいくつか注意してほしいことがあって、 Google で検索コマンドを実行すること自体は特に問題ないんですけど、出てきた検索結果を閲覧する場合はちょっと注意してくださいねと。例えばリンク先のページをクリックしたらウイルスに感染しちゃったとか、あとはサイトにあったファイルをダウンロードしたらマルウェアが仕込まれてたとか、まあこの検索コマンドを使うと通常では見つけづらいページを閲覧することになるんで、可能性としては低いんですけど、まあそういったことが起きるかもしれませんよと。まあおそらく国内のページはそこまで問題ないと思うんですけど、特に海外のページなんかを見るときは気をつけてくださいねと。今回私が使った環境も少し対策はしてるんですけど、検索で使ったのは物理ホストじゃなくて仮想マシンを使いましたよと。まあいつも使ってる仮 Linux ですね。そこから VPN サービスを使って実施しましたよと。これでですね、送信元を隠しつつ、あとは万が一ウイルス感染したり何かあった場合は仮想マシン自体を削除しちゃえば対応できますよと。まあこういった対策をしてやりましたね。なんでまあ物理ホストからやる場合でも、まあ最低限ウイルス対策ソフトなんかは入れておいた方がいいんじゃないかなと思いますね。いや、これがハッキングでどう使えるのかっていうことになると思うんですけど、基本的には情報収集目的での使用になりますね。まずはインタイトルっていうコマンドですね。タイトルの中の特定の文字列を検索するっていうコマンドですね。今回はコンフィデンシャルが含まれてるサイトを検索しますよと。これでですね、何が見つかったかっていうと、一つ目が従業員用のページですね。案件情報ってなってて、その下にパスワードを入力してくださいってなってるんで、まあおそらく従業員の人が自分のパスワードを入力して、今受け取ってる案件の情報とか進捗とか、まあそういうのが見れますよっていうそういうページだと思うんですけど、まあおそらく外からアクセスするためにこのページ使ってると思うんですけど、ただパスワードを入力すると入れるような状態になっちゃってるんで、セキュリティ的にはちょっと危ないかなっていうような感じはしますね。例えばこのページをハッキング目的で見つけたとすると、この後はヒドラとかメタスプロイトでパスワード解析したりとか、通常の流れであれば Nmap でポートスキャンしてアプリケーションの脆弱性見つけたり、あとはサンバが開いてれば Nm4Linux とか SMB クライアントとかで情報収集したり、加えて GoBuster でディレクトリとかファイル検索したりっていう風に、まあこんな感じでいろんな攻撃手段の想定ができると思うんですよね。あとこの会社のサイトがもう分かっちゃってるで、会社概要とか、あとは従業員情報から、まあ、そこから解析の鍵になるようなものが見つかるかもしれないですし、まあ、あのパスワードのページが見つかっただけで結構いろんなセキュリティリスクが出ちゃうんじゃないかなと、まあ、そういった感じですね。次に見つけたページが403エラーっていうことで、これは閲覧権限がないページですね。まあ、前回のディレクトリー探索でもちょっと説明したと思うんですけど、検索としては引っかかりますけど、このページにアクセスするためには権限が必要ですよと。ただこれもですね、 URL 見ると WP コンテンツってことで、これおそらくワードプレス使ってるページですね。個人ブログとか、あとはサイト作るときに使うプラットフォームになるんですけど、でこれワードプレス使ってるっていうことは、ワードプレス用のスキャンコマンドっていうのもあって、 WP スキャンっていうやつなんですけど、まあそれを使ってなんかいろいろ調査できちゃいますよと。ページ見ただけでは何も分かんないんですけど、 URL からこういうことが分かっちゃうっていうこともありますね。この後1時間ぐらい検索してみたんですけど、まあその結果見つかったのはこのあたりですね。ウィスコンシン州のサイトにあったコンフィデンシャル扱いの謎のエクセルファイル
イルとか、ファイル名もちょっと謎すぎてよくわかんないんですけど、まあおそらく公式のサイトにあったやつなんで多分大丈夫だと思うんですけど、なんかちょっと怪しくて中身は見れなかったですね。あとはアメリカのサイトにあったユーザーパスワードっていうディレクトリーとか、まあ、パスワードチェンジイベントとか、パスワードユーセージトラッカーとか、なんかそんなファイルがありますね。まあただ更新日付とかもちょっと古いですし、ファイルサイズもちっちゃいんで、まあ今使ってるかはわかんないんですけど、次見つけたやつもアメリカのサイトですね。さっき見たのと同じで WP コンテンツってことでワードプレス使ってますね。まあその中のプラグインのディレクトリーですね。プラグインってワードプレスの機能を拡張させるツールみたいなものなんですけど、その中のファイル見てみると、ライセンス .txt とか、セキュリティ .mod とか、まあそんなようなファイルがありますよと。これは日付見ると最近使ってる形跡があるんで、まあおそらく生きてるサイトだと思いますね。これもワードプレスのサイトなんで WP スキャン使って、まあなんかいろいろ調査できますよと。他にはテキサス州の運輸局にあったパスワードっていう名前のパワポファイルとか、これもファイル名にパスワードってついちゃってるんで、なんか怪しそうな感じではありますよね。あとはワールドバンクっていう、まあこれどっかの国の銀行だと思うんですけど、コンフィデンシャルストリクトリーっていうことで、機密厳守、機密厳守、機密厳守ってなんかめちゃめちゃ書いてあるファイルとかもありましたね。今回はコンフィデンシャルっていう文字列でこれだけ見つかったんですけど、他にもクレジット番号とかマイナンバーとか、あとは住所、アカウント、パスワードとか、個人情報として漏れたらまずいワードとかあると思うんですけど、まあそういったワードで検索すると、さらにいろんなものが見つかるんじゃないかなと思いますね。まあただ本当に検索するのは全然いいんですけど、使い方によってはこう危ないものになっちゃうんで、そこだけは十分に気をつけてもらえればと思います。ということで今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。